ハローエブリワン、レッツエンジョイジアバカス。今日はですね、3月の23月曜日ですね。撮影日は3月の23月曜日、今夜の8時半ですか、授業が終わって撮影してます。今回のテーマはですね、マーケティングを理解してソロバン教室の新しい形を追求しますというテーマでお話していきたいと思います。どうもソロバン業界で足らないところというか、まあ自分の教室が一番なんですけど、ちょっとマーケティングの知識が全然なかったなというところが反省点があったんで、マーケティングのいろんな勉強をしていろいろとデータを集めて、でそれを活かした教室作りをしたいなというのが、実は YouTube の動画を上げ始めたきっかけの一つでもありますんで、でようやく多分視聴回数も27万回ぐらいですか。で動画の本数も780本ぐらい上がってきてますんで、結構なデータ量は取れたかなというところで、今回はこういうようなテーマで話していきたいと思います。まずマーケティングですね。あの例の、もしも野球部の女子マネージャーが、ピーター・ドラッカーの、本を読んだらみたいな、そんな本が大ヒットしたと思うんですね。でそのピーター・ドラッカーがマーケティングの理想は販売を不要にするものであるというふうに書いてあったんですね。じゃあ販売を不要にするものであるというのは、要は商品が売れる仕組みを作るということを、じゃあソロバン教室経営でそこに当てはめるというのは、商品が売れる仕組みというのは、要は生徒さんがうちのカリキュラムであったり、例えばゴリ先生であったり、そこに魅力を感じてもらって生徒が、入ってくれる仕組みを作る、それがマーケティングだというような、ゴリ先生は解釈で言います。生徒が集まってくる仕組みはどうやって作ればいいか、結構簡単だと思うんですよね。本を読んでても結構簡単なような気がしてならないです。2つ必要だと思ってます。まあ今回は1番目なんで、今回1回目で話して、もう1回このテーマで2回目お話します。まず1回目はニーズに合った商品を作るですね。でそれをじゃあソロバン教室に当てはめる、ニーズに合った商品というのは、保護者の方がお子様に、ご自身の子供にどういうようなスキルを、例えばうちの教室に通うことによってどういうようなスキルを身につけることを望んでいるかというところが1番に当たると思います。あとは2番目もう一つ、これは次回の動画で作っていこうと思うんですけど、適切なターゲットに向けて発信していくこと、ここなんですね。ここ結構ソロバン教室でゴリ先生が昔から、まあ丸5年経って3つ大切なことがあるなと思うのは、まず技術力に関しては1番目、教える指導力ですね、いわゆる指導力。2番目が営業力、保護者の方への説明であったり、あとは子どもたちのモチベーションを上げる、そこをゴリ先生に関しては営業力だと思ってます。で3番目、1番2番に関してはどんなベテランの教室も、とにかくベテランの教室の先生であれば、もう10年20年30年やってる先生であれば、この1番2番に関してはもう本当に身についてる、素晴らしいものを持ってると思うんで、なかなかゴリ先生ここに追いつくのは大変だなというふうに感じるところでもあるんですけど、ただ1点だけ言わせてもらえば、この3番目、いわゆる集客力、子どもたち生徒たちを集める集客力が、もしかしたら他の先生たちにないものをゴリ先生持ってんだろうなというような感じは最近受けます。技術力、指導力はものすごく高かったり、あとは保護者の方への、説明力だったり、お子様たち生徒のモチベーションを上げる、素晴らしい、そこら辺は持ってるんですけども、集客力、いわゆる集客力に関しては、もしかしたら、ゴリ先生チャンスがあるのかなというところを感じるようになってます。に関しては2番目ですね、適切なターゲットに向けて発信していく、 SNS を使ったりとかですね、いわゆるチラシ一辺倒の客はもう通用しない、ソロバン教室ではもうそれは絶対的に通用しないはずなんですね。そこがやはり、もしかしたらゴリ先生が、いい情報を流せるところはそこかなと思います。で今回は1回目なんで、売れる仕組み、その仕組みですね、生徒が集まる仕組みのその2つのうちの1つ目、ニーズに合った商品を作る
ニーズに合った商品を作るですね、保護者の方、あとは生徒に合った商品をどうやって作ればいいかというふうに考えた時に、マーケティング、データですね、ある程度 YouTube をやって約3年、これで3年経ちます。動画の本数も780本、あとは視聴回数も27万回ぐらい、見られてきてます。そこでいろんな、実はゴリ先生、四則計算、柿原辰彦、まあ当然、あとは両落としだとか九九のやり方であるとか、いろんなものを挙げてきてます。そんな先生に本当はやってほしいんですけども、これが一番メリットのはずなんですね。その広告収入であるとかネームバリューを上げるであるとか、それも当然大きなあのメリットにはなるとは思うんですけども、一番なのはこのマーケティングをする上のデータが手に入る、データが手に入るのが一番のメリットなんですね。で、今からゴリ先生のこのソロ版チャンネル、あくまでもゴリ先生のソロ版チャンネルですよ、あくまでもゴリ先生のチャンネルの中だけのキーワード、実はいろんなキーワード均等に本数は上げてるつもりです。九九だけに偏ってるわけでもないですし、両手の使い方だけにも偏ってるわけでもないですし、掛け算だけに偏らせてるわけでもないんで、基本的には均等に動画の本数を上げてきてるはずです。そこの中でも必ず上位に上がってくる、 見られてる視聴回数が伸びてるであるとか、視聴回数が多いであるとか、視聴時間が多いという実はキーワードがあるんですね。それを今回1位から5位まで発表させてもらいます。ベテランの先生方であればもう完全にこんなデータを取らなくても、こんな数字を見なくても分かってるよそんなこと、という結果になってるのかもしれませんけども、これから例えばソロバン教室を開く若い先生とかにですね、ぜひぜひ YouTube を進めてるっていうのはここなんですけども、実際の裏付けのデータがあるのと、実際に膨大な27万回の視聴回数、あとは780本の動画の本数を上げた時のデータと、やはり感覚的なもの、ではやっぱり若干違ってくる可能性すらあるのかな。まあそれはじゃあ肌感覚でもうベテランの先生も何十年もやってきてるんだから、そんなの分かってるよっていうんであれば、2回目の動画に関しては、実際に数字というのが、このマーケティングの時に数字がものすごく必要になるということは感じてもらえると思いますので、もし、ベテランの先生方が見られているのであれば、この1回目の動画を飛ばしてもらっても構わないです。ただ2回目のですね、ちょっと時間は空くとは思うんですけども、適切なターゲットに向けて発信していくこと、これに関してはぜひちょっと、もしかしたら、生意気なことを言って申し訳ないですけども、少しためになる可能性はあるのかなと思います。なぜならもうこれからの時代、今までチラシを打って集まってきた生徒というのは、これからの時代は間違いなくそれでは集まらないと思ってますので、その方法なんかをちょっと紹介できればなと思っております。じゃあ今回はですね、まず早速、ランキングの5位から発表していきますね。5位です。キーワードランキングの5位ですね、ゴリ先生のあくまでもチャンネルの中ではククですね、ククのやり方、もしくは言い回しを変えてククを、早く暗記できるやり方であるとかっていう動画を何本か上げてます。まあそこら辺が非常に引っかかってますね。でこれに関してはもう完全に低学年の、お子様を持っている保護者の方が見ているというような、そんなデータのような気がします。4位は掛け算、しかも掛け算の中の両落とし、ゴリ先生両チャンネルの中で両落としのやり方を何本か上げてるんですけども、そこの両落とし、掛け算の中でも両落としが引っかかってくる。じゃあこのデータを見てどういうことかというと、うちに関して言えば両落としを教えるタイミングに関して生徒によってバラバラに変えてるんですね。センスがいいなと思う子に関してはもう7級ぐらいから教えてみたりとか、6級7級ぐらいから教えてみたり、ちょっとやっぱりまだまだ両落としには早いかな、学年がまだまだ、低学年なんでっていう子に関しては3級導入時点で教えてみたりとか、結構うちの場合はばらつきがあるんですね。その生徒を見て教えます。
逆に両落としを教えない子ですらいます。例えば週1回しか通ってない子に関してなかなか両落としっていうのはちょっと習得には難しいかなという判断で、そういうタイミングをばらつかせてるんですけども、まあ、もしかしたらそこが数字に出てしまったのかな、まあ、うちの教室関係の生徒保護者の方も見てもらってるんで、もしかしたらただ両落としに関してはすごくやっぱり掛け算、いろんな大会出ると掛け算に関して点数がやっぱりいいんですよね。ですから両落としを選手コースの子に関しては教えてるんで、そこら辺への憧れがあって検索をして、ね、自分でも身につけたいなというところで伸びてるのか、全体的にもそういうような両落としに関して導入のタイミングが少し遅いのかな、もしかしたら遅いのかなというような感覚は受けますね。はい、じゃあ3位です。3位、割り算の還元ですね。還元です。これに関してはやはり還元、まず最初の割り算の壁がまず還元だというところで、これはもう全体的に多分言えることだと思うんですけど、まあ、もう一度しっかり復習がてら動画見てみようか、ちょっと理解をもう少し含めてみようか、深めてみようかというところで検査が順位が還元に関しては上がってるんじゃないかなと思います。そろばんをやり始めて10級9級8級7級ときて、この6級のまず割り算、ここで、あれ還元9立証ってなんだっていうところが、まずややこしくなるところなんで、ここは多分動画のメリットですよね。何度も何度も繰り返し動画であれば確認して見れるので、それでしっかり還元を理解したいというニーズが多いんではないでしょうか。ではですね、2、両手で弾くですね。これが意外なところなのかなと思うんですけども、2位に両手で弾く、還元、割り算の還元であるとか掛け算の両落とし、九九に関してはもう実際の計算のやり方なので結構覚えなければいけない、絶対的に必要ですよね。そろばんで9を上げていくときには必要なところなんですけども、それよりも両手で弾くが上に来ているというのはちょっとゴリ先生正直驚きの数字ではあったんですけども、に関してはどうなんですかね。まあ全体的に、これは全国的に多分その両手で弾きたいというニーズが、もう率直にそこのニーズが高いんだろうなという、早く両手で弾けるようになりたい、どうやったらうまく両手で弾きたいで、どうやったらうまく両手で弾けるんだろうというニーズが、間違いなく高いんだと思います。1位ですね、見取り算と見取り暗算ですね。でここに関してはなかなかやはり点数が上がりづらいというところで、これはもう全体的なニーズだと思います。やはり見取り算、見取り暗算が苦手な子が多いんだろうなというところの結果が、やはり1位にここら辺に現れてきてるのかなと思います。で今回はマーケティングなんで、先ほど言ったこれを元にニーズに合った商品作りが1番目ですね。まず2つ大事なところが、ニーズに合った商品、その生徒が集まってくれる、生徒が集まってくれる仕組みを作るためにはニーズに合った商品、これに関しては、ニーズに合った商品というのは保護者の方もしくは生徒に分かりやすく、とにかく早く上達させるであるとか、目標の9に持ってってあげるとかっていう、そのカリキュラムですね、これがニーズに合った商品。2番目が適切なターゲットに向けて発信していくこと、これに関しては2回目の動画で話しますけども、マーケティングのですね、これに関しては SNS を利用していく、もうチラシじゃ通用しませんよ、コミを起こさせるための SNS の利用の仕方だとは思うんで、そこに関しては次回の動画で話しますけども、今回はこのニーズに合った商品なんで、そのニーズに合った商品を作るためにやはりこのキーワードとかですね、もう当然今回は5位までの紹介しかしてませんけど、しっかり10位まで30位までっていうのが出てますんで、そのデータに基づいて、あ、何がやっぱり子どもたちどこで引っかかるんだろう、何を知りたいんだろう、何をやりたいんだろうというところが YouTube を利用すると数字で出てくるので、ぜひそろばんの先生にやってほしいな、特に若い先生にやっていただきたいなというふうにずっと言い続けてるのはこういうところです。先生たちなんかはこのあたりの機材の使い方というのはもう十分慣れてると思いますので、パパパッというふうに動画をどんどん上げ続けて、初めは視聴回数も視聴時間もチャンネル登録者数も伸びる必要はないと思うんですね。それよりももっと大きな財産というのがこのキーワード、
とにかく本数と視聴回数を稼がないとやっぱりデータの信憑性というのは伸びてこないとは思うんですけども、やはりそこは我慢が必要で、しっかりゴリ先生も毎日毎日、まあ週6本ぐらい上げて、それでもやっぱり3年ぐらいかかってますので、結構辛抱強さは必要と思うんですけども、ただソロ版学習で、ここら辺の集中力や忍耐力、我慢強さというのはもう十分身につけられている先生たちばかりでしょうから、3年ぐらい毎日上げるのはなんてことはないと思いますので、しっかりご自身なりのマーケティングになるデータを集められては、非常にいい教室作りに反映できるんじゃないかなというふうには思います。もう一度2回目で、今度は適切なターゲットに向けて発信していくというテーマで、マーケティングのお話をしていきたいと思います。またもしよろしければこのチャンネル見に来ていただければありがたいです。それではまた。